Hey guys! いつもはメンタルかけるウォークアウトって言って、ウォークアウトをすることによって私のメンタルの1週間の変化をドキュメントしている動画があるんですけど、今日はこの間紹介したトレーニングの日の1日の食事 4 day of eating の第2弾 High Carbohydrates Day の4 day of eating の動画をまた単体で今回あげます。ハイカーボデイはその名の通り炭水化物をたくさん摂る日。私のプランではハイカーボデイは2週間に1回来ます。で、先々週まではその2週間に1回丸1日ハイカーボデイ炭水化物摂り放題、ノーリミットで摂り放題だったんですけど、先々週からはこのレストでトレーニングしない日の食事の中の1食だけをハイカーボミールに変えるっていうプランになりました。食事1日の中で4回あるうちの1回だけがハイカーボ、炭水化物をたくさん摂る日の食事を紹介します。で、前回にも言ったんですけど、これは私の目的、体重、身長、1日の消費カロリーに合わせた食事の内容なので、これを丸々真似するものではありません。人それぞれの体重、身長、1日の動く量、DNA に合った食事療法っていうのが人それぞれあるので、これはあくまで私のプランの食事の紹介です。なので、ただアイデアの一つとして見てもらえたら嬉しいです。クラシマの蜂蜜です。違う。
の前食べたのが欲しかったけど、なぜかなかったから似たこれにした。脂質 1.3、 炭水化物 91.2、 脂質 0.1、 炭水化物11。あ、たったの11だった。1個あたりでしょ、この1個、うん、あー、今からやたら長いお昼ご飯が始まるって、うん、一食を長めにする。うん、あ、着いたよ。え着いた。んこのジム3ヶ月始めて一番最初のハイカーボの日に、ハイカーボの意味を全然私が理解してなくって、普通に炭水化物取ればいいと思ってパスタとかせんべいとかパンみたいなのとか食べまくってたら、先生がそれチートデイですかって言われて、全然意味が分かってなくて、ハイカーボは違います、チートデイと違いますよって言われて、ググったら、その炭水化物は高いけど脂質が低いものを食べる、だからただの炭水化物、そのパンとかパスタとかじゃなくて、脂質が低いこの良質な炭水化物を取るっていう意味で、それが全然分かってなくてっていう第一段目の失敗談がありました。このハイカーボ糖質をたくさん取った日、糖質炭水化物取った日の翌日、とってもやっぱ体が元気、普段は最低限しか取らないから、やっぱり炭水化物っていうのは人間のエネルギーになるから、私もあのハイカーボデーは2週間に1回だけなんですけど、そうやって体のシステムを崩す、でまた新しくエネルギーを自分の体に入れてあげるっていうのには大切です。うん、さっき言ったみたいにこの2食目が長い2食目になるんですけど、でもそれも3食目4食目でバランス取れるように調整したらいいと思うので、2食目を味わって楽しんで食べてます。まだまだ全然お腹空いてるので3つ買いました。雪芋は初めて買った。あ、 100g 当たり 0.2 だから、これは300近くあるから 0.5 ぐらいかな。あ、間違えたかも。これは 1.8、 これは1個当たり 0.7 です。これとさっきので今日の昼ご飯は終わりです。ちょっと買いすぎたかな。食べれるかな。お腹空いてるからいっぱい買っちゃった。ネットなどにも標準体重、美容体重、シンデレラ体重、モデル体重っていろいろ出てくると思います。シンデレラ体重とかは初めて聞いたんですけど、美容体重ぐらいまででいいんじゃないかなって私は思うんですけど、あの自分に合った標準のベストな適正体重っていうのをまず知ることから始めて、それに合わせた PFC バランス、
タンパク質、脂質、炭水化物の割合を出す。そして自分の目標、自分のプランに合ったその PFC バランスを出すっていうことが一番大切だと思います。今回はこのご飯の動画だったんですけど、メンタル×ウォークアウトの動画もあと2回分で終わりです。それが終わったら私の個人の別のチャンネル HSP.Lavenderのチャンネルに、その後のドキュメントはもう一つのチャンネルに移動したいと思います。何か皆さんのインスパイア、モチベーション、情報になることがちょっとでも提供できていたら嬉しいです。自分に合ったプランを見つけて一緒に頑張りましょう。では見ていただきありがとうございました。バイバイ。